けど、でかすぎてどこまで入ってるかわかんないんだけど、開封していきます。で、まあギリギリ入ってないけど、見ての通り、赤いプロフェッショナル。MPC-1。ブラック。いいね。いやー、これね、前から欲しかったんですけど、なんか見るこれ。見えますか？アウトレットでね、見つけたのよ。アウトレットで。なんか箱がちょっと、潰れたとかどうしたとか、ね、そんな理由らしいけど、全然。MPC 開けていきます。MPC ね。ちょっとこのおしゃれ感が半端ないね。おしゃれ感が。これね、ワンチャン、レトロエディションが入ってたりしねえかなっていう期待をしたんですけど、まあ箱からすると、普通に、ノーマルですね。いいです。黒で。ゴールドとかね。あ、いや、スペシャルエディション、箱がなかったんで、黒の箱に入ってますみたいな、そんなサプライズがあったら、いいんですけれど。まあ、それはないと。これ、ギリ開きました。うわね。見て見て。開けても変わんないっちゅうね、あんまり。おなんかいろいろ書いてあります、説明が。ちょっと大事に。ちょっと置いて。でね、後で元に戻さないと大変なんで。これやっぱ2020年にデビューなんで、時代が発泡スチロールを許されていたってことですね。はい。いろいろ外して。これ、USB-B、USB-A。はい。クイックスタートガイド。本体。やっぱ、エモ。本当にこれ、箱が潰れただけだろうね。本当は結構使っちゃったとかじゃないの？お互いの目。まあ、こんなもんかねって感じですかね。まあ、綺麗なんじゃないですか。多少はね、多少はこう、ほこりはつきますけど、これは。はい。検品してるんだから。はい。まあそういうわけで。な感じですね。はい。MPC-1 が到着しました。結構ね、僕は、相当、MPC の動画見てるから、はい、ここ。カチャ。カチャ。ね。見てる割には電源がどこかは知らない。これがマスターだよね。マスターのボリュームらしいですけど。これかな？これが電源っぽいよ。これね、場所的にも OK な感じで押します。おお、ソニーのね、AUX 3室付きのスピーカーから、これなんか電池ないパターンじゃないこれ。あ、ついてるね、OK。でも、何この、この、コリコリ感。いいね。なんかわかんねえけど、クラシックハウス的なのを押してみます。読み込みました。ハムス。なにこれ、俺、ちょっと待って、待って。いきなり来たね、俺。ボリュームどこ？これボリュームじゃないもんね。あ、ボリュームここだ。そう。なんかレビューで見た。ボリュームが使いにくいって。だってどっちがボリュームかわかんないよね、これ。どっち回しが。ここみたいね。ちょっとそれっぽくないですか、これ。俺、すごいことに気づいたんだけど、これここに刺せば音取れたね。何これ。いろいろね、全然できてないですけど、これなんか、これでなんか違う音楽なの？そういうわけだよね。これ、戻るのはね、ホームなんだよ。あれ？ホーム押すと戻るっていうのは勉強してたんだけど、思ったのと違うホームに戻ったね。まあでも、そんな感じで戻るみたいです。
度ね、カスタムはしているのですが、カスタムってことじゃないですけどね、分かりやすいカスタムで言うと使いやすいね。これ、ダイモっていう、分かりますかね？こうやってほら、カチ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 ってやるとね、英語とかが打てるやつなんですけど、まあ、テプラの先祖みたいなやつですね。それでね、こんな風に、これ、パワー、電源がここですよとか、これ見えるかな？パワー、DC、レック。これ、録音するときのボリュームなんですけど、この外部入力からの。で、これが、インプットのジャック。アウトプットのジャックはここですよっていうのが分かるようにね。今はもうほぼ差しっぱなしにしちゃってるから、まあ、意味ないんですけど、最初の頃はあんまり差してなかったんで。で、あとはここボリュームですね。で、プラスマイナスっていうのはこれ、後から手書きで付け足したんですけど、ここにボリュームがあるんでね。それで、どっち側回したら大きくなるのかなって、意外とこれあるあるなんで、こう見ての通りね、これ SP404 ってここについてんですよ。やっぱこういうの分かりやすいですよね。残念ながら MPC1 はボリュームが分かりにくいところになるんで、まあこうやるだけでね、全然、少なくともボリュームがどこにあるかっていうのと、どっち回したら大きくなる、小さくなるが分かるっていうだけでもすごく便利になりますね。さて、今日は休日なんですが、まだね、カフェやってる日なんで、いつもの喫茶店に行きますが、こいつはね、電源がないと使えないので、いつもお出かけの時にはこっちの SP404M2 の方を持っていきます。どうも、いただきます。どうも、はい、すごいすごい、わあ、結構そうやって冷やさないといけないですか。へえ、他の時は結構店の中で大丈夫なんですか。大丈夫です。フレンチローストはやっぱり表に出さないと思う。そんだけ深入りっていうことですか。深入りですね。すごい。これ以上まあこれ。これ以上になるとイタリアンっつってね、イタリアンローストと真っ黒になっちゃうね。エスプレッソに使うようなやつなんですね。そう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 、すごい。超高確率マッチ。いただき。いただき。やん。マジ。寒くて全然出てこれないのか。ちょっとちっ会社でな、はい、ちょっとちのお家訪問でした。